はい、どうも、味もです。今回も絶体絶命都市4を続きやっていきましょう。前回はですね、地下鉄からこのかなえさんと一緒に行動を始めたんですけど、何してたっけ？ とりあえず話聞いていこう。フェリー乗り場に向かえね。進めないな、すぐそこなのに。どうかしましたか？父が経営する会社に来るように言われて、やってきたのですが、目前まで来て進めなくなってしまいました。困ったな。もしかして先ほど企業の人が、藤尾さんやったっけ？やば、先ほど企業の人が勘違いした社長の息子だろうか。だとしたら受け取った封筒を渡そう。やっぱり何も考えない。なんかさ、手紙の内容的にはずっと会ってなかったよね。社長さんっていうか、お父さんと会ってない人よね、この藤尾は。でも藤尾30万もらったけど10万使ったよ、僕。それでもいいですか？社長からの封筒を手渡した。これは父の。そう言うと青年は手渡した封筒を読み始めた。手紙を届けてくださってありがとうございます。実は父と母が離婚してからの6年間、父とは全く会っていませんでした。それがなぜか急に会社に来るように知らせてきて、父に会いたいと思っていましたが、父の方はもう二度と僕には会わない覚悟のようです。手紙を届けてくれてありがとう。あずずお金渡してないわ。 こっち行くか、とりあえず。これ登る？これ登るんかな？どうやって登る？かなえさん、ここか？先へ進みますか？進んでるよ、あずずは。あずずは進んでるよ。 VR モードが追加されました。ええよね、 VR 面白そう。カナエに誘われて一緒にハマーユーフェリーふ頭へ行こうとにした。大きな橋を渡って道を下っていくと、目の前にフェリー乗り場が迫ってきた。あ、いや、すごい近いんかな、フェリー乗り場自体は。やっぱこのアズズはこのオーバーオールが一番可愛いな。黒 T にオーバーオール。あ、早っ、着いたんや。フどうもェリーや。に何しに来たんやって、僕は。カナエさんは行きたいってずっと言ってたけどね。あれ、ごめんなさい。私先に行くね。一緒に行こうよ。ここまで来たんやったら一緒に行こうよ。いや、かなえさんってヒロイン候補よね、確か。ヒロイン候補やったっけ？僕が勝手に言ってるだけ？男おるんか、もしかしてあいつ。多分女性やったらね、私の視聴者基本的に女性の方が多いんで、これメイクをするっていうのがあるんですけど、常に人の目にさらされた避難所で入浴もできない状態が続くことは、男性以上に女性には辛いことであろう。そんな殺伐とした状況であってもメイクすることで精神的に安定し、周りも華やかな気分になる。緊急事態だからこそ何でもない日常を大切にすることで心に安らぎを得られるのである。ただし、匂いのきつい化粧品など周囲に不快感を与えるので要注意である。まあね、気持ちが落ち着くんであればぜひやってもいいかなっていう感じかな。女性は人前でお風呂に入るのをなるべく避けたいため、タオルにお湯を浸して体を拭いたり、洗面器のお湯で洗髪したりすることが多くなる。その際に周りの女性と協力し合って、避難所のお年寄りにも熱いタオルを作って持って行ってあげるといい。ただし、避難所のプライバシーやお湯の調達などの問題があり、被災後しばらくは難しいかもしれないということですね。まあ、お風呂とかも難しいかもしれんけど、まあみんなやけね、みんな我慢してる気おのおの頑張りましょうって感じかな。お、揺れてる揺れてる。かなえさんどこ行ったん？あれ多分フェリー乗り場よね。フェリーあるもんね、あそこに。なんかすごいわーって、行ってらっしゃいみたいな感じしとるけど、絶対行ってらっしゃいではないよな。ここ入りたいな。チケット売り場。チケットって買わないかんのかな。買わんでもええ気がするけど、開かへんね。鍵がかかっている。浜ゆうふ頭、浜ゆうふ頭。ちょっと2階行くわ。2階ってなんかあんねんかな。あ、いいな、ここのフェリー乗り場。こうやって船見れるんやろ。あ、楽しいやろな。見よるだけで楽しいやろな。フェリーか。職員なんとかって書いてたな。開かへん。あ、ここか？誰かおるな。申し訳ないです。ここは閉め切ってしまいました。鳩場に行かれるのでしたら、左手にある職員室の方を通ってください。これか？職員室。あ、職員室入れるんやって。失礼しま身す。内を名乗る人物がこんに現ちれ、は。社長が家族に宛てた手紙と誰かいる？あ、おるわ。金券を持ち逃げしました。あ、なんかムービー入る。こんにちは。フェリー、もう出るん？あれ、何、何、何？ダメです。
橋は落ちています。え、そうか、船でないと出られなくなったわけだ。あ、もう船しかもう手段がなくなったんや。フェリーの船長は何と言っている？もう定員いっぱいでこれ以上は無理だと言っています。いけるいける。ライフボードは全部出しておくからそれを使ってくれとのことです。ワンチャンさ、もう車降ろしたら。ここにはあと何人も乗っている。しゃあなくない今車は。乗客が20名、私たちを入れたら24名です。え、わかった、ライフボートを使わせてもらおう。残り20人ぐらいがもうそのボートで行かないかんってこと。フェリーの船長が波が荒いので船を港から離したいそうです。どっちの話？出航するそうです。え、オッケー出してないやろ。ポー言うとるやないか。仕方あるまい。仕方あるまいじゃないって。全然仕方なくなくなくないって。ライフボートってあれやろ、ちっちゃいやつやろ。え、もう最悪なんですけど。カナエさん乗ったんかな。乗客に丁寧に説明してくれ。え、丁寧にっていうか今全部聞いちゃった。みんなが混乱しなければ脱出できる。え、わかりました。なんかすごい営業しないなっていう感じがする。あんだけはいって言ってたら。え、アズズです。展開の間でここにやってきました。フェリーには乗れないそうですね。ライフボートに乗せてもらいます。職員の方この時も大変ですね。大変ですね。職員の方はこんな時も大変ですね。本当大変やと思うんやけど。乗客の安全が最優先ですから。正直自分も助かりたいわけ。こういう人たちって皆さんが脱出したら、けど周りのギャーギャーに言われないかんのやろ。自分たち自身の身の安全を守るのも、そんなん分かっとるわ。冒険って話やんの。ごめんな、話聞くな。今のところ津波の心配はないと聞いていますが。あ、そうなんや。自然災害のことだから何があるか分かりません。そうやね、津波って分からんけどな。大きな橋が落ちたということだから。ここも、え、なんでそんな怖いこと言うの。あそこにライフボートが出ているはずです。早く早くライフボート、まあ、確かに早くないけど、ちょっと一回調べさせて職員室を。お、幸い手紙の方は見つけた人が家族に届けましたが、現金は見つかっていません。なんかな、これじゃないな。あれ、アジジどうしたん、お腹押さえて。腹ペコやないかお前。え、でも食欲あまりないの。あ、喉も渇いとるわ。いかん、アジジが大変なことになっとる。フェリー乗る前に一回ウーロン茶を飲んで、ほんでご飯食べとく。おにぎりあるけど、おにぎりちゃう、弁当あるな。でもこれ弁当1個しかないよな。食べていいかな。もうお腹グーグーやけんな。乾いていない、乾いていない。食べとこう。トイレ大丈夫？アジジ、アズズや、ごめんな、何回も間違えて。催していない、食欲あまりないんですけど、まあ満腹やもんね今。とりあえずこれで大丈夫か。ほんで服がな、やっぱりこれかな。人物が現れ、社長が家族に宛てた手紙と現金30万円を持ち逃げしました。いや、持ち逃げてる。現金30万円持ち逃げって言ってる。ダメ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 。なんかライフボート乗ってくださいって言ってたな。乗るか。金井さんは乗れたんやろか。なんかダッシュで言ってたけどな。あれ、あれ誰や。あ、やばい、危ない、崩れる崩れる崩れる、危ない。なんでみんな普通に立てられんの。わあ、でも正直この震災時にさ海出るって怖くない。これ誰。あ、かなえさんやんか。ごめんなさい、うん、急に走り出して。あ、いいよいいよ。なんなん、男おるん。ここで彼と待ち合わせをしていたんだけど。あ、マジやん。え、もうテンション下がりますわ。もうお別れですわ。ここで男持ちであるんであればもう、え、雨だ、大ごと。え、最悪、震災プラスライフボートプラス雨。結婚しようって言ってくれて、うん、まずは新婚旅行だって。うん、このフェリー乗り場で待ち合わせして、ここから大きな港に行き、めっちゃそこから海外へ行くことになってたんだ。一から説明してくれるな。僕もそんな興味ないで、その話。約束の時間を過ぎてもここに来れていないということは、友也の身に。友也の身に。地震の影響で遅れているだけでは心配ない。怪我でもしているのかもしれない。
彼は先に行ってしまったのに違いない。最低。残念そうに無言で。ライフボートに乗ってここ離れないといけないらしい。あくまで慰める意味合いで黙って抱きしめる。少し下心を持って抱きしめる。まあ男ですからね、多少の、うん、よし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 、え、ゴーって悪行ポイントちゃうやんか。やめてよ、なんでそんな、あれなんか音楽かかってる。でも確かに震災時ってまあ一人でとか、私の場合ちょっと猫ちゃんが心配になってしまうんやけど、こうやっぱ人によっては家族だとか彼氏だとかと会えん状況っていうのはちょっと怖いかもしれんね。安否がまず確認できんし、恐ろしいね、かなえさん。ああもう無理やでって言ってる。いやもうそっか、船行ったんや、船行っちゃったんや。この人たちはもうライフボート乗らないかんねんな。あれもう抱きしめるのやめたんかな。かなえさんは今つらいやろな、さっき怖いのもあったしな。あ、すいません、すいません。でもなんか心臓ブルブル言ってます。やばい、地震です。やばいやばい、いかいか。あ、え、あ、ライフボート乗ってるの？落ちてるわけじゃない。あ、乗ったんだ、今。はい、すいません。今、かなえさんがさ、なんかちょっとわーって、え、ちょっと、え。ライフボートに間に合わない時は、これを。早く、行け。え、これ助けようよ。え、全然行けるやろ、このぐらいやったら。あずと行け行け。かなえさん、ここも危ないのかしら。バカチンが、ちょっと待って。待って待って。おじさん、おじさん。絶命している。え、マジ気持ち的に私、あずと同じ過去なんやけど、今。え、なんで？いや、雨じゃないんよ、今は。え、そこまでしてお客さん守らんでええよ、正直。え、もうこの人めっちゃいい人やったな。え、助けられへんの？でも絶命。スタッフ、スタッフ、スタッフ、危ない、危ない、危ない。ブルブルなってる。え、何？見えへんで。見えへん。危ない、何してんの？何してんの？あずず、あずず危ない、あずず危ない、危ない、危ない、危ない。あ、ちょ、待って、待って。うせ、あ、痛い痛い、ちょっと待ってる。何が起こったん、今。シュッて行って、シュッてこっち戻ろう。シュッて行ってシュッて戻ってこっちの方でおるわ。はい、どうなっとんやつ、どこ、ここもしかして危ない。あずず一回逃げよう。痛い痛い。で多分この家も崩れたよね、今さっき。ここも行かんの、もう。多分ここは崩れるんよ。ここ崩れるけんこの辺でおる。はい、大ごと、あずず、あずず、もうちょいこっち来て。あ、危ない、危ない、そこ危ない、そこ危ないかも、そこ危ないかも、そこ危ないって言ったやんか。わかった。かなえさん、かなえさんがおるとこに戻ってくるわ。かなえさんがおる位置が安全ポイントっていうのがわかってるけん。かなえさんが止まる場所。かなえさんどこで止まる？かなえさんはどこで止まる？あ、かなえさん結構、あ、ここやな。わかった、かなえさん。ここなんやな。オッケーなラインはここやな。オッケー。ここで、ブルブルなる。かなえさん、かなえさん。お姉さんがおる場所は大丈夫って分かってるけど、あー危ない危ない、大ごと、え、何の抵抗もなく沈んでいったぞ、やば。ある種、え、これ船も大丈夫やったんかな。お姉さんどう思う？さっきフェリーが出発してしもうたんやけどさ、所長さん、そうよね、所長さん、あの多分やけど、かなえさんもこういうことさ、かなえさんに言うべきではないなと思ったんやけど、多分僕らのせいやで。だって所長さんは早くってこっちに僕らを呼びに来たわけやんか。でなおかつ早く行けばよかったものを僕たちを押して助けてくれたわけやんか。二重に僕たちのせいなんよ。なんか鍵
鍵渡されとったよな。何の鍵やっけ。え、何、ドア閉め切られて、何の鍵。ターミナル職員用の鍵、施設ドア用の鍵、あそこのなんかチケット売り場とかが入れるようになるってことかな。あ、おるやん人。港が沈んでいく。そうやね。一体どうなってるんだ。正直ここ危ないで。え、まさかここも沈むのかよ。多分この辺さ、避難した方がいいよ。未練がある男。あの車まだローンが残っているのだが。そうやね。そのまあ家族とかもそうやけど、車とかもそうやね。車をフェリーに乗ることしょうがないって。それは危ない危ない。ここ入ろう。でもかなえさんフェリーダメになったし、次どうしよっか。チケット売り場がさっき開かんかったから、ここが鍵使って入れるようになるんじゃないかな。あ、これこれ、開ける。この中に何かがあるってこと？ちょっと見てくるね。かなえさんちょっと待ってて。スタッフオンリー。あ、カバンあるぞ。あ、いいやん、これ。バックパック。あ、いいな。待ち合わせる。あ、そうやね。今、かなえさん待ち合わせしてたもんね。え、なんもないんやけど。あ、カバンだけでした。え、かなえさんが何、ドア越しに話してんの？ちょっとめっちゃ話すやんか。え、出たいだけなんやけど。え、出たいんやけど。めっちゃ話しかけてくる。ともや無事かなとか言ってきた。かなえさん見て。リュック手に入れた。どうすんのやろ。上のなんかベランダも開いてなかったよね。ここが開くようになるのかな。でも所長さんはなんで最後の最後に僕に鍵をくれたんやろ。なんか僕に何かを導き出したんかもしれんけどさ。失礼します。かなえさんすでに入ってたの。あー、なるほど。ベランダっていうか、あ、いいな。なんか屋上、何これ、これ登れってこと。はしごを登る。登っていきましょう。かなえさん、あ、なんかかなえさん先に行かせればよかったな。パンツ見えたのな。くそー。ほんで、ひと、ここで何すんの？え、何これ？ここって行っていいとこ？え？ここ大丈夫なとこ？透明なとこ行っても。これ何？傘コンパス。かわいい。なんかてるてる坊主ついてら。何これ？え、何これ？何しに来たん？登っただけ？この辺とかもなんもないけど、降りる？こっから降りて。あ、そうやね。今回はアズズが先。かなえさん来ていいよ。あ、かなえさん、はい。かなえさん。かなえさん。はい、かなえさん来ていいよ。かなえさん。かなえさん。あれ。かなえさん。あれ。かなえさん。かなえさん。海が荒れてきた。雨が一段と強くなってきた。あの、かなえさん降りてきて。くそ。え、早っ！何してんの？いつ降りてきたんよ。もう、かなえ。どこ行く？ここか？え？あ、船ある、船！船ある。どうぞ、かなえさん。はい、危ない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 。え、これで逃げるってこと？どこに？かなえさんはフェリーに乗りたかったよ。これじゃないと思う。え、なんかブインブイン言ってるけど大丈夫？はい、こぎまーす。かなえさんデートみたいね。もう英検智也の話は、僕はそんな彼女の様子を見て辛いだろうなと心から同情する。どこかで生きているはずだと確信する。彼氏がいるなら先に行ってよと一緒に来たこと後悔する。これからじっくり僕の彼女にしようと不謹慎なことを目論む。
大泣きする。こんな時には歌でも流してあげてよと、さっき歌流したけんな。泣いとこ。うっとうやろな、こいつ。うっとうやろな。もうかなえさん、こいつについてきたこと絶対間違いで。グーレイクフェリー乗り場からどうにか脱出できた雨の中、方角もわからない中、とにかく声だ。夜になり、雨も小雨になった頃、ようやく建物のシルエットが見えてきた。どこに行ってんねやろ。ここ、どこだろう。わかんない。真っ暗やね。どこここ、本当に。何これ。どこ。あそこ。うん。あれ何？何って。あそこ。とにかく岸につけましょうよ。岸ってどれ？あ、何？なんかアパートみたいなの。あれ行く？え、何これ？あ、またなんかあったな。なんか競泳都市でもさ、いきなりなんかバイク運転させられたり、あと何やったっけ？あ、あそこ燃えとるぞ。あんま行かん方がいいかな。なんか岸につけるって言ったけど、どこにつけるん？しかも後ろこぎ？危ない。なんかボートステータスもあるもんね。どこ行ったらええねやろう。かなえさん、ここどこ？なんかこの水辺にもなんかあったりすんのかな、アイテム。服とか。危ない。火は危ない。多分このトゲトゲも当たらん方がいいやろ。やば、ジョーズやんか。ユニバのジョーズやで、こんなもん、かなえさん。どこ行ってんの、これ。あ、なんか、あるぞ、あそこ、セーブポイント。こんな時にいっぱいみんな干しとんやけど。雨やしさ、震災やしさ、もう干すとかよくない？どこ行ったんや。ねえ、え？赤ちゃんの泣き声聞こえない？え？あ、ほんまや。この団地の中、まだ人が残ってるみたい。赤ちゃんが？確かに赤ちゃんの声だ。寝室で逃げ遅れたんだろうか。僕だって大変なんだ。かまっていられないよ。僕だって泣きたいよ。僕だって泣きたいよ。かなえさん無視していいよ。ちょっと泣かないでよ。大人のくせに。ごめんなさい。南の方は水没しているみたいだし、うん、北に進みましょう。北に進む。北ってことは、え、北に進みましょう。めっちゃ赤ちゃん泣いてんで。北に進むってことはこっちか。コンパスないと無理かもしれない。北に、危ない。トゲ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 あるよ。トゲ、危ないよ。こっちトゲトゲだよ。こっちトゲトゲだよ。そう、こう一回こう、トゲトゲは多分当たっちゃダメなやつな気がする。あ、ごめんなさい、叫びました。あ、ここ行けるんちゃうか。なんか岸にたどり着くって言ってるぞ。これん、これなんか出た今。あ、 A と206号室前に止める。赤ちゃんめっちゃ泣いてないか。え、誰泣いてんの。僕、赤ちゃん心配ね。そうやね、赤ちゃんどこに。さっき泣いてた赤ちゃん、うん、この近くにいるみたい。まだ泣いているみたい。うん、心配ね。そうやね、怖いの。大人でさえ怖いの。赤ちゃんもっと、いや、やばい、やばい、やばい。まだ赤ちゃんも泣いてるし、僕もやばい。僕が泣きたいです。泣きたいです。とりあえずこの部屋行ってみよう。順番に。失礼しまーす。あ、もうずかずかと、もう土足。赤ちゃんおる？赤ちゃーん。誰ですか？あ、ごめんなさい。一体、どこから？赤ちゃんおる。何か、ご用ですか。え、なんか横にも子供おらへん。赤ちゃんの泣き声が聞こえたので様子を見に来ました。遅れた人がいないか探していたんだ。雨宿りできる場所を探していました。金目のものがないか探していた。この人今不安でいっぱいやけん、あんま小柄せんといたり。雨宿りできる場所を探していました。はい。寒い。そうでしたか。引いとるけど優しい。勝手に家に入らないでください。すいませんでした。ユーマ大丈夫？ユーマ熱下がらないわね。困ったわ。赤ちゃん泣くし子供熱やしな。あの
すみません、はい、もしよろしければ助けていただけませんか。あ、いいよ。この子が風邪をひいてしまって、うん、でも今子供用の風邪薬がないんです。風邪薬か。404号室に住んでいる友達なら404号室、同い年の子供がいるので子供用の風邪薬を持っているはずなんです。お願いします。404号室にいる友達から。どこ404って、ここ何号室？子供用の風邪薬をもらってきてくれませんか。もう行くよ、行くんやけど。どこ？お子さんのためです。風邪薬持ってくるよ。面倒だが他にやることもないので、その報酬をもらえるなら持ってきて。あなたのためならと膝っぽく、助けたいのは山々だが、そんな面倒なことやっていられない。あなたのためなら喜んで取りに行きます。おお、任しとき。 ありがとうございます。よろしくお願いします。ユーマも待っときや。404号室の場所は地図に付箋を貼りました、うん、申し訳ありませんがお願いします。付箋って何？何これ？2階。今ここにおるってこと？うん。いや、全体マップではないな、絶対に。ん？これか。A 棟4階。一応 A 棟ではあるけど、どう言ったらいいの？ちょっと一回部屋の中見るわ。ちょっとごめんな、お母さん。ん？サッシって何？あ、外出られるってこと？あ、ここ行ったらいいんちゃう？あ、燃えてる。向こう燃えてる。破壊なんとか。あ、こっちも行ける。205号室。みんな鍵開いてんの？多分閉めや。失礼します。ああ。いい余震が、いつになったら落ち着くんじゃ。私の足が悪いせいで、避難するのが遅くなってしまったの。マジか。ちょっと部屋見してください。まあ、今はなんかとりあえず、子供用の薬を取りに行くって感じなんかな。失礼しました。お大事に。どう言ったらいいんやろ。あ、もう入らんとって。おじいちゃんおばあちゃんびっくりするけん、入らんとっても、入らんとってあげて。失礼しました。一回じゃあ上行くか。40って言ったもんね。ってことは3階4階より上に行くしかなさそうやな。上行こう。ここが3階。4階まで行って、東側やけん、こっちやね。イーストブルーやけん、こっちや。ここが友達のお家？東側に行ってください。ごめんね、カメラがウィンウィンになるけど、ちょっと気持ち悪かったらごめんなさい。寄ってしもたら。ワン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 。あ、なんか帽子ある、帽子。ベースボールキャップ。まあまあまあ、一回これでいこう。406号室って言ってたよね。406？ 406やっけ。406やったらこっちか。え？あ。え？こっちか？違う、あずず、一回違う。入るんちゃう。これで404号室に行けるベランダ。これで向こう側行ったらいいんか。今の選択肢何やったんやろ。危ない、急いで。落ちたりするのか。わーん。動かない方がいいのかな。揺れてる時は。雨降ってるし、もう最悪。行きます。子供のために、風邪薬を取りに行きましょう。よいしょ。向こうもお母さんおんのかな。404号室って言ったけん。ここか？ここやね、多分。404号室サッシ。失礼しまーす。あ、でもなんかランドセルあるね。ってことはここで良さそうやけど。何？あ、風邪薬あった。ってあったけど、これ以上無理か。カバンとかランドセルできへんのかな。写真立て。206号室にいた母親と同年代の女性が写っている。この部屋の住人は避難しても団地から出ているのだろうか。あ、まあ避難できたんであればよかったわ。これもしかしてさ、団地から団地へとずっと移動していく感じ？やば、めっちゃ迷いそうなんやけど。え、誰かおる。何してんの。地震なんざ怖くねえよ。
俺はここから動かねえからな。まあそれはそれでいいと思うんだけど、帽子借りたで。他なんかない？あ、なんか一個一個部屋にもアイテムありそうやな。失礼します。ほんで、あの薬を子供に渡したらいいんかな。あ、どうでしたか？ありましたよ。本当にありがとうございます。なんとお礼を申し上げればよいか。でも、この建物も沈んでしまったらどうしよう。あ、もっと早くに避難しておけばよかった。せめて朝まで沈まないといいですけど、よかったら泊まっていってください。え、泊まっていいの？え、泊まるの？でも確かにこれ地震が起きて1日目の話やったよね。いろいろあったね。え、何？あ、そうか、かなえさんもおるんか。え、泣いてる？ともや。またともやの話してるやんか。あ、グランゼーラの帽子かぶってる。うわ、いっぱいある。きっとどこかで無事でいるよ。心配ばかりしてると体に触るよ。フェリーに乗って町から出たんだよ。無事なんじゃない？勝手に死んだことにしたら怒られるよ。無事である可能性は低いだろうね。海外旅行が中止になったからそこじゃねえよ。かなえさんと結婚するのが怖くなって姿をくらましてるんだよ。これも言っちゃダメ、絶対怒られる。彼のことは忘れて僕と結婚しよう。僕と結婚しよう。彼のことは忘れて僕と結婚しよう。ごめんなさい、お断りします。ねえ、もう丁寧に断られてしまって。ちょっとだけ話を聞いて。いいよ。途中で寝てもいいから。うん、ってことは長いんだ。友也がね、うん、この前私の誕生日に料理を作ってくれたの。うん、いろんな種類をすっごいたくさん。うん、あんまり美味しくはなかったんだけど。うん、でも、うん、すごく嬉しかった。食べきれなくてほとんど智也が食べたけど。これもしかして智也との思い出聞かされてる？人に親切なのはいいんだけど、お人よしで面倒見がいいから誰かを助けて寝ようか。それで逃げ遅れてたりしないかなって。さっきさ、結婚しようよって言って断られたばっかりにこんなに男の話するとは思わんかったけんさ。フェリー乗り場で待ち合わせたのも友也の亡くなった恩師のご家族の用事を手伝いに行こうとしていたからなのよ。友也もいつか出会うんかな。だからかな。でもなんかちょっと時間にルーズなの。確か約束の時間にはいつも遅れてくる。結婚指輪があったやろ。前にも映画を見に行った時にロッカーでアイテムを取ったんやけど、最終上映の開始後にやってきたのよ。どっかに取りに行ってくれって言った男の人って確かのコンビニでうなだれ取った人なのね。一番最初の方。に行く約束も当日あれが友也か。かなえ、今回だってそうよ。あれが友也か。新婚旅行に行こうってのに。なんかめっちゃ怖い人に追いかけられてたで。話長ないかなえ。もう。え、どこに行ったのよ。え、めっちゃキレてるやんか。こんなに心配してるのに。え。どうしよう、めっちゃ怒ってる。もうネタフリしよう。アズズ会いたいよ。情緒どうもや。もう情緒うんこすぎる。もうこんなもんだよな、恋する。うん、きっとまた友也さんに会えるよ。探し出そう。とにかく眠ろう。僕には関係ない話だな。僕ならもっと美味しく料理を作ってあげられるけどな。何の映画見たの？何しようかな。友也なんて忘れて僕と結婚しようよ。さあ抱きしめに行きましょう。いっぱい話聞いたしな。1回ぐらいギューしても怒られんよ。失礼します。変な話を聞かせちゃって。いいよ。あれあなたにはいろいろ助けてもらって感謝してるのよ。あれ抱きしめた。明日もよろしくね。あれ、おやすみ。もしかして遮られた？アズズアズズひよった。めっちゃ泣いてるし、アズズ、今やって抱きしめんと、今やったらいけるかもしれん。え、何これ、起きたん？水が、
部屋が傾いてる。え、ちょっと待って。あの家族はどうなってるの？あ、おるわ。逃げるで。突然水がこんなに。お願いです。私たちもボートに乗せてください。いいよ。一緒に脱出してしまいましょう。行こう行こう。一緒に行こう。ありがとうございます。お願いします。それじゃあ急いで大切なものをまとめるので、先に出て待っていてください。え、待ってるって。あ、お母さん。え、もうよくない？大事なもんなくない？もう行くで、早く。とりあえず子供おったらよくないか？子供がおればもうそれでいい気はするんやけど、助からんかったら元も子もないで。え、最悪なんですけど。そう、あのお母さんと子供は、え、嘘やろえ、なんやろ、なんかさ、この絶体絶命としてさ、ええ人がどんどんダメになっていく気がするんやけど、もっとさ、あの偽店長とかさ、あの辺がもうボコボコにされんと。え、どうしよう。え、一回ちょっと潜ってみていい？ちょっと水に潜るなんて危ないわよ。それに今からじゃもう。もう！